毛利秀成、毛利秀成は、江戸時代初期の大名で、長州藩初大藩主、毛利輝元の長男。母は、即室、小玉元義の娘、清康院、二の丸殿、毛利志隆の二位。正室は、結城秀康の娘、久姫、徳川秀忠の幼女、龍馬サイン。子に、昭示丸、綱広、四男、とさ、 越前松平三長正室、竹、高塚砂防タスク室ほか、文禄四年十月十八日、千五百九十五年十一月十九日、秋国広島城で生まれる、移説あり、工術。家系としては、毛利元成のひ孫であるが、照元は長く、実施に恵まれなかったため、重帝の毛利秀元を養子師に迎えていたが、秀成、署名は、 秀でしともが生まれると、秀元には、別家を立てさせている。慶長四年、1599年、豊臣秀頼の近似となり、秀頼を、江ぼしおとして玄服、豊臣政を与えられ、返帰を受けて秀成と名乗った。関ヶ原の戦いで西軍が敗れると、毛利家は、長と、津王二家国二十九万八千国に減報され、照本に代わって秀成が当主となった。 しかし、幼年のため、幕府からは、照本と共同での藩主とみなされていたよう、政務は秀元が行った。慶長六年、1601年に初めて江戸に赴き、徳川家康と面会した。慶長八年、1603年には、江戸外桜田に屋敷を配慮する。慶長九年、1604年から、築城が始まった、萩城に、築城者である照本と共に入城。 慶長十三年1608年大御所徳川家康の命によって家康の次男結城秀康の娘の木さびめを正室に迎え越前末平家の一門となり松平長戸守を称した慶長十五年1610年に領内の新たな検知が行われ五十三万九千二百六十八国余りを幕閣に申告したが検知時に一揆が発生したこと 当軍に功績のあった隣国の広島藩主福島生息との釣り合いなどを理由に、幕府は建築後の7割に相当する36万9千国を、毛都市への表高として公認した。この表高は幕末まで変わることはなかった。慶長20年、1615年の大阪の陣では、徳川方として参戦している。9年、1623年に、 父が正式に隠居、単独で、藩主を務めるも、藩政は後見人の秀元、増田元、将、清水影次らが担当、秀成に、権力は、ほとんどなかった。寛永三年、1626年の大御所、徳川秀忠、将軍、家光伏の上落に付き従い、二条上行校に、友として加わり、右子の家県少将に任ぜられた。 しかし次第に秀元と対立し、官営八年、六百三十一年に、秀元が後見人を辞任してからは、不和が深刻になる。官営十一年、六百三十四年に、秀元が独立を拡作したり、江戸城武神を拒否したりしたことから、事態を有料した幕府の仲裁で、官営十三年、六百三十六年に秀元と和睦、対立は収束した。 秀元の後見人辞任後の寛永9年、1632年、脇兄弟の吉川博政が後見人になっているが、実際の反省は重臣たちに任せているため、秀元の辞任で藩主を中心とした権力は確立したとされる。慶安4年、1651年1月5日、萩城において57歳で死去し、あと4男の綱広が継いだ。前日の通り、 通説では、秀成は文禄4年1595年に広島で生まれたとされているが、異説として、天正19年1591年に長戸古東軍四家小野村、現在の宇部市尾野地区で出生したとの説がある。これは、宇部市尾野地区に残る古文書に、秀成は小野村で生まれたとの記述があることから、小野郷土史懇和会の会員が調査したもので、 古藤軍小野村の領主であった財馬家の文書や、伝承から財馬忠久、成久不死の屋敷が出生地であると結論づけた。この説によると、照本の性質、南の方を非常に恐れていた側室の二の丸殿は、解任が発覚すると秘密裏に財馬家にかくまわれて、そのまま密かに出産したとされる。また、出生後の処置について、 小早川高影に相談した記録も発見された、在魔家文書。在魔屋敷跡がある道地には、秀成の誕生時に使われたという、産湯の池や暗殺を逃れるための穴蔵などが残るほか、村人たちが秀成の成長を、甲羅神社で祈願したとの伝承も残っている。大大名の子として苦労せずに育った、秀成の若い頃の素行は悪く、 毎晩夜遅くまで遊んでいたために昼間は寝不足状態で書類の決済などの政務もまともに行えない状態であった。また初めて両国入りした時にはあまりにも威圧的な態度を取ったために秀成が来ると聞くと百姓たちは山へ逃げてしまうほどだった。家臣たちや秀で元がいめても行動が一向に改まらないため父の照元は秀成を叱ったがその効果はなく。 徳川家康が病に倒れた時に、江戸下屋敷で遊び放け、その行動が、駿府の町人の噂にまでなっていた。一方、秀元はかねてより性暴が高く、三大将軍、徳川家光の乙義衆として信頼されるほどであり、この性暴の差が後に見るような秀成と秀元の、圧力を深刻にする要因の一つにもなっている。また、両国が、越前末、 平家の松平忠直が配慮された文後国に近いにもかかわらず、娘を忠直の着し、松平三長に嫁がせたことは、評判が悪く、不調法な演壇とされたが、それでも、毛利殿は生まれつき、不調法だから構わないという理由で許可された、つまり、幕角にも軽く扱われていた、と当時小倉藩を主だった細川忠利は、父の細川忠興に書き送っている。 父とは、対照的に、元世兄にして後見人でもあった、秀元や、弟の元師匠隆、陰族の福井藩の越前松平家とは、圧力があった。秀元は成人してもなお、秀成を軽んじ、将軍の乙義州であることを重ね着て、秀成との間にしばしば深刻な格室を引き起こし、幕府の仲裁も受けている。また秀元が、 息子の光弘の性質に秀成の娘を処簿したが、秀成が断ったために、仲が倹悪になったとされる。他方で、徳山藩階層の修隆氏は、同母弟であるが、萩藩がたびたび手伝い武士を命じられたために、修隆氏の徳山藩に援助を求めたものの、徳山藩の財政難を理由に断られたので、修隆氏と倹悪となり、これが、 双藩の萩藩と徳山藩との圧力の始めとなる。越前家は、以後、毛利家の貢献的位置にあったが、かなりの緊張関係が存在したようで、元禄十二年、1699年には、毛利元茂の処遇をめぐって、越前家と毛利家が、衝突寸前になる事件が起こっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。